人を襲うクマなんです。あ、こんな可愛いのに人を襲うんだ。そうです。で、本当になんか血とかついてるんですけど、はい、まあ、なんか血はダメだっていうことで、遊戯配信ルースチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、山手です。はい、D1 ドライバーの藤野です。藤野さん、すごい時間になっちゃいましたね。ねえ、こんな時間になっちゃったね。はい、申し訳ない。本当申し訳ございません。いえいえ、全然全然、はい、というわけで、キユさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤野さん、これは、はい、またすごい濃い車が来ましたね。 BM ですそうです、 BM でここまでするんです。はい、ただこれ、もともとこれスーパー耐久って書いてあるんですよ、これ。そうなんです。走ってたの？あ、じゃないでしょ。じゃないです。これは何をイメージして？これはですね、多分7年ぐらい前にスーパー耐久を走ってた車のなんかレプリカっていうのかな、その同じデザインをそのまま貼ってます。元々のベースは多分ランサーエボリューションのランサーに貼ってあったやつをこの BMW 用に直してもらって貼ってますね。なるほど。え、なんで BMW を選んだんですか？元々乗ってて、あ、まあ元々そのなんかかっこいいなと思って、かっこいいね、そう、 BM に乗りたいなと思って乗ってました。しかもサンルーフもついてるし。そうですね、サンルーフついてますね。珍しい。はい、これあれなんですよね、グルーミーなんですよね。そうです。ちょっと今見なくなっちゃいましたけど、グルーミーは。でもまだいます。いますよね。でもなんか昔ほどちょっと見なくなったなと思ってて。あ、そうですね、一時期ほど。でも今年一応アニメ化もしてるんで。あ、そうなんですか。はい、このグルーミーがこう、まあサイドに行くと分かりやすいですよね、これね。そうです、そうですね、はい、サイドに行こう。サイド行きましょうか。分かり、ここ、このキャラクター見たことありませんか？あるある、ありますよね。名前分かんなかったこれグルーミーって言うんですよ。あ、もう当時のカラーリング、これステッカーとかもあれですよね、当時のカラーリングをしてた時のスポンサーさん全部ですよね。そう、そのままですね。そうで、一応ピンクイクマで、本当は人を襲うクマなんです。こんな可愛いのに人を襲うんだ。で、本当になんか血とかついてるんですけど、はい、まあ、なんか血はダメだっていうことで、あの血なしの。あ、そしたらちょっと可愛い感じ。あ、そうそうですね。なかなかこういうピンクでこういう水玉模様のデザインとかもなかなか珍しいじゃないですか、うん、で、ピンクにこういうデザインの中でこのホイールもまたね、はい、お高いホイール入ってる。これ T37 ですよね。そうです、T37 です。はい、藤野さんの好きなまたレイズが、レイズがもうこれね、ボルトやっぱかっこいいよね、うん、デザインがいい。結構シャボタンだね。そうですね、結構低いですよ ね、これはもうもちろんこのまま街乗り。あ、まあちょっと半年ぐらい動かしてなくて、今違う車に乗ってるんですけど、そう、乗ってた時はもうでもこのまま走ってました。すごいな、半径。でもこれタイヤからするにきっとサーキットも行ってたんじゃないですか、これ。だって Z2 履いてますよ。はい、で、サーキットとかも走るの？ちょっと走ってました、過去は。一応だからサーキット走れる仕様で作ってあります、ね。でも、まさかマニュアルじゃないでしょ。でも、あ、オートマです。オートマでもね、びっくりした。でもなんかこれ S タイプっぽくないですか、このちょっとつらうつらうちでちょっとこの車高を落としてる感じとか。そう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 、なんかちょっと速そうだよね。そういうところも意識してこの落とし具合とかにしてるんですか？あ、でもまあちょうどいいぐらい。落としすぎるとやっぱりなんかサーキットで走るときとかぶつけちゃうんで、ちょうど良いぐらいの、でもなるべく低くっていうところのバランスを見てこの高さにしてます。確かにちょうど良い車高でかっこいいよ。かっこいいですよね。これまた後ろ回りもここのなんかディフューザーとかなんかこれ雰囲気いいですね。うん、これもだってもうザ・レーシングカーじゃないですか。これなんで、これ作ったわけじゃないんでしょ、これも売ってるやつ。あ、これが、ファンシーワイドっていうロシアから取り寄せたパーツですね。
やばい、これかっこいいじゃん。俺これが欲しい。自分の車につけたい。これかっこいいですよね。なんかザ・レーシングカーのディフューザーですよ。ちょっと輸入するのもなんかちょっと手間取ったんですけど、まあなんとか入ってきて取り付けてきました。ちょっと自分のも輸入してもらっていいですか。ロシアからパーツを取り寄せるってなかなか聞かない話ですよ ね、 自分で取り寄せるってなかなかないよね。なんか多分国内であんまりつけてる人がやっぱいないみたいですね。なるほど。 GTing もついてね、はい、これバリバリのサーキット仕様ですよ、まあ、この辺も汎用品で、うん、ふみやさん、あと気になるところとかあったりしますか。これここまで外装派手で内装は内装は至って普通です。普通シートぐらい。開けてみても大丈夫ですか。全然大丈夫です。皆さん開けても大丈夫だそうです。あ、鍵が、あ、開きます。ありがとうございます。失礼します。めちゃくちゃ普通。そうですね。うん、でもあれですか、やっぱ走るためにやっぱシートが変わってたりとか、ね、シートはもうシートもブリッドさんですよ、はい、ブリッドの、うん、これ革めっちゃ綺麗ですね。ね、このタイプあったもんね。これなんかオープンカー用のコンパクトのオープンカー用のシートですね。あ、ね、うん、いやもう室内はもう普通。普通、ね、普通なんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。綺麗綺麗。で、ほんとシートが変わってるだけですね。うんうん、あとはそのこのグルーミーの作者の方のサインが入ってるぐらい。これはサインしていただいたものなんですか。そうです、サインしていただきました。すごい。ちなみにグルーミーの作者って日本の方だったんですか。あ、そうです、日本に。そうだったね、それはごめんなさい、知らなかったです。へえ。まあ、内装は普通ということで、綺麗で普通と。はい、ほんと見た目だけにこだわった感じの、ね、いやでもここまで再現、ここまで再現するのもなかなか、まあ、いざやりたいなって思う人も いますけど、実際にやる方っていうのも正直そんな多くはやっぱないじゃないですか。ちなみにあの皆さんに聞いてみると、このバイナルを全部こうラッピングしてもらうのいくらぐらいかかってるんですか。これが70万です。70万出ました。70万いやすごいですね。お金かかるね、70万、はい。でもこの雰囲気で出てくるんだったら逆に安いもんだなと思っちゃいますね。まあ、そうだよね。これを全部ね塗装でやれって言われてもね、すごい気がする。なるほど。他になんかこうチューニング、エンジンとかはノーマル。そうですね、中も全然至って普通のそのままで。ちゃんとこれもなんか実際使えるかわかんないんですけど。使えるかわからない。そうそう。ただ見た目だけでつけてます。あ、見た目大事。ちょっと色も合わせちゃってるんですけど。まあでもこのキャラグルーミーが好きでここまでやっちゃったっていうのがすごいですよね。すごいね。本当にただ好きなだけっていう。でもやっぱり好きが一番いいですよね。好きでここまで突き抜けられるっていうのは。やろうと思ってもできないですし、でもやっぱ好きなんで、なんか可愛くてかっこよくてすごくいいなって自分でも気に入ってます。というわけで藤野さん、はい、キーウさんの愛車を紹介してきたわけなんですけれども、ね、はい、これキャラクターへの愛がまた強い一台でしたね。すごいね、やっぱりね、だからみんなね、今日見てきた中でみんな愛があるね。いやもう何でもね、愛しか感じないじゃないですか。そうそうそう、ここまでなかなかできないっていうのが、はい、何よりもすごいなと思いましたね。キウさん、これからも大切にこの車を乗り続けてください。 ありがとうございます、はい、というわけでキウさんの愛車をご紹介させていただきました。キウさん、ありがとうございました。ありがとうございます。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。